ということで、ファミツアップポケモン GO ロケ企画、実は湘南の江ノ島の方、あっちにあるんですけど、あっちの方でラプラスを探すって企画をお昼ずっとやってたんですよ。でも見つからなくてですね、諦めきれない、やっぱりここまで来たんだから諦めきれない、だから日没までの残り30分ぐらいでラプラスを探したい、もしくは海辺、せっかく海にいるんで海ポケモン30分で何匹捕まえられるかっていうのをやりたいと思います。素晴らしいです。素晴らしいでしょ。何、はい、どうも、何、映像スタッフの米助です。あ、そう、米さんがね最初挨拶忘れちゃったから、ね、そうですね、はい、米さんと2人でね探していきたいと思います。はい、もう頑張って探しましょう。30分間はい、ホイキングがいました。捕まえますか。捕まえますよ、だって水ポケモン、水ポケモンですからね。水ポケモンですよ、彼は。パネルが良かったですね。いいですね。あ、来た来た来た、1匹目、1匹目です、ね、1匹目まずゲットです。何匹捕まえられるかで、まあ私できればまあ6匹ぐらい捕まえたいですね。よし頑張ろう。ちょっと回ってみますか。あ、あっちの方まで行きましょうか。はい、はい、次タッツーがね早速来た。タッツーは水にいなかった、砂にいたな。いや、この調子でねゲットしたいな、どんどん水ポケモンを。オッケー、どんどん行こう。ゲットです。ゲットです。2匹目、よし歩こう。ちなみに歩きスマホしないようにね、皆さんね、気をつけましょうね。気をつけましょう。なんすか、なんすかね、ゴローニャなのかな、この影わかんないからけど。いや、ゴローニャかな、かな、ゴローニャっぽいですけど、今そういうの欲しくないんですよ。だってもさ、出ちゃうものは仕方ないじゃん、これ。いや、そうかもしれないです。いや、なんかちょっと企画趣旨というか、そういうレアなやつは今出さないでもらえた。欲しい。ダメです。無視してください。やだよ。欲しいよ。うわ、ヤドンがいる。ヤドンがいる。ヤドンがいる。嬉しい。おいでっと。はい、グレート。海の家の下ですね。そうですね。海の粋なところにいます、ね。ちょっと、え、逃げたんだけど、マジか。あれ珍しい。珍しい。今日2匹目。見えますか。来た来た来た。来た。今度こそ。いや、でもまあちょっとね怖いから、釣りの実あげてから、はい、釣りの実あげてからゲット。え、なんで今謎にモンスターボールが消えちゃった。これ一説によると、この釣りの実使うとボール揃える説ってやつですね。ボール揃える、はい、なんか釣りの実使うとボールが揃えるんじゃないかっていう、そんな、はい、確定ではないですね。そして捕まえた。やった。ヤドン初ですか。ヤドン初。熱っ、マジ激熱なんですけど、どうするどうする。やったー、ヤドン。そんなレアだったかな。嬉しい。めっちゃ嬉しそうじゃないですか。ヤドン超好きなんだよ。このお尻見て。はい、見ます。かわいいプリケツ。ズズズズ、かわいい。じゃあ次4体目はね、はい、捕まえに行きたいと思います。はい、行きましょう。ちょっと行きましょう、あっちに。ちょっとラプラスですよ。ラプラス欲しい。ちょっと呼び込んでくださいよ。ラプラス、ラプラス、ラプラス。コダックが出てきた。オッケー。ゲット。ゲツゲツゲツ。素晴らしい。このまま今5体目 ?4 体目です。あ、4体目？次5体目か。5体目こそ手に入れていこう。行きましょう。行きましょう。なんと今、ちょっと見て分かる通り、これマジックアワーっていう、なんだっけ、光景っていうか。現象ですね。現象らしいんですよ。どういう現象で、なんでしたっけ？まあ、要するに日が沈んでしまって、まあ、その日の向こう側からの照り返しだけで照明が、明るさが当たるので、全てがこう影がなくなって均一に明るく見えるっていう。均一に明るく、めっちゃおしゃれやん。おしゃれやん。そんなところに私は今、はい、ポケモン探しに行ってます、はい、怪しいなー、いない、近くには。いないですね。近くにはいない。最後にな、出ておいで。出てきましたか。いないですね。探します。最後まで諦めない、信じる心、ビリーブ。誰だよ。信じる心、ビリーブ。はい、私はよく使うよ、やっぱりそういうねことはね口に出していくタイプだから。距離置きます、今度から。ちょっとやめてくださいよ。コイキング見つけた、こんな時に。コイキング見つけましたか。こんな時にコイキングか、お前は。いや、大事ですよ。せめて、あー、打ち上げられてる。水の中でね、捕まえてあげたいところでしたね。ナイス。そう、水の中で捕まえてあげたいんですけどね、なかなか水の中入ってないんだもんな。まあ一発でしたね。お、
こんな調子で。もう軽い感じですね、コイキングぐらいなら。お願い、コイキング以外出てきて。さ、なんかもう本当綺麗だな、全部が。これね、映像で伝わるかわからないんですけど。そう。美しいですね、湘南。そうですね。ちなみにあと何分ぐらいなんですか。ちなみにですね、あと時間はあと5分ほどでもう完全に日没ですね。やばい、近くにいるポケモンね、今のとこパッと見せちゃいますけど、はい、こんな感じで、ここにね、多分ね、みんなね、知ってるあの子の進化系がいるのよ。もうおなじみですね。もうおなじみのあの子の2つ頭の首長いあの子の進化系がいるんだけど、はい、今出会いたくない。そうですね、今出会ったら見逃さなくちゃダメですね。早々に出会うもんではないです、ね。まあ、確かにね、そうですよね。ただ近くにいるよってだけなんで。そうですよね。え？落とした携帯。やばい、砂がちょっと詰まってるんだけど、スピーカーとかのところに。え、ちょっと待って、やばいやばい。こうポケモンどころではなくなってきてませんか。ちょっとショッキングすぎる。そんな時にポケモンね見てね、癒そう、癒されよう、癒されましょう。さてさて、誰がいる。すごい、なんか自分が動いてる。誰もいない。反応はないんですね。ないな。いや、これでも大事な検証結果ではありますよ。まあ、確かにそうですよね。みんながなかなかできないことをやるのが私ですから、はい。まあ、でも今夕方だから出てないってだけなのかもしれないので、はい。まあ、そこはね、すいませんけど。まあ、そうですね、うん、時間によってもかなり変わりますし。そうそう、時間によってかなり変わるから。ニコさん、すいません。はい。もう日没です。帰りたくありません。いや、江ノ島まで泳いでいく感じになってますけど。私は行きますよ。あの島に。やめましょう。帰りましょう。ラプラスまた見つけましょう。ラプラス今回見つけられませんでした。ちなみに見つけたのは、はい、コイキング、タッツ、はい、ヤドン、コダック、コイキング、はい。まあ、コイキングに始まり、コイキングで終わりました。うん、なるほど。しょっぺーなー。でも、30分で5匹捕まえられたってのは結構熱いと思うんですよ。まあ、そうですね。しかも、ヤドンですよ。地味にちょっとだけ挟んだ何かみたいな。それ何なんですか、ミーコさんのヤドンへの愛。ヤドンとね、メタモン結構好きかも。あ、メタモンもいないって言いますね。だからちょっとなしょっぱいな。でも継承動画としてはすごい良かったじゃないですかね。そうですね。そう、海辺で何匹水ポケモンがゲットできるかみたいな。あとやっぱりこれ同じね、海でも江ノ島と湘南っていう。そうそうそう、江ノ島と湘南で、江ノ島はねまだお昼だったっていうのも良かったのかもしれないです ね、 そうですね。夕方になるともしかしたら減っていってるのかもしれないですっていう、まあそこは予想なんで、あくまでも予想です。そうですね。いやでも良かったな、今日一日いろいろね、レアなポケモンとか手に入れられたんで、はい、とりあえずすいませんが、ラプラスは今回ゲットできませんでした。すみません、ごめんなさい。まあでも次もまた何か探しに、またこうやってロケ、はい、外に出ていきたいと思います。信じる心、ビリーブ。誰だ。ちょっと恥ずかしいんで。それでは皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました、はい。ファミツアップのチャンネル登録、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。パソコンで見てる方はこっちかな、こっちかの、チャンネル登録、ここであると思うので、登録ボタンをクリックしてください。iPhone とかスマートフォンで見てる方は下の概要欄に、お気に入り登録ボタンがあるので、そちらよろしくお願いします。さらに、ニコ生部が、ファミツアップニコ生部ができました。そちらもぜひお気に入り登録や会員登録の方よろしくお願いいたします。いや、ここまで長くヨレさん、ありがとうございました。とんでもないです。またこんな企画やると思いますが、頑張りましょうね。はい、それでは皆さん、またやるので見てください。バイバーイ。ありがとうございました。